どうも影山です今日はですね違和感を感をじるということとについいいてお話ししたいと思いますこれはね、えー、どういう違和感かっていうのはその、えー、どういう違和感かっていうこの違和感をどう捉えるかっていうのがちょっと結論的には僕出てないんですけども、えー、違和感が感じることがあったんでそのことをお話ししたいと思います。というのはですねその 僕、休日が、えー、あるんです、週1回あるんですけども、えー、その時はあの晩ご飯は僕があの作る係というかそういうふうになっててですねで、えー、こう売り上げがね週間の売り上げが結構良かったりした時にはですね一、えー、回その、えー、寿司屋さんですね あの回転寿司の寿司屋さんの持ち帰りとですねで、えー、近所のスーパーでステーキを買ってですねでそのお寿司とステーキをこう食べるというのを一回したんですねでそのステーキはそんなに高くないんですけども、えー、そこそこ味としてはその満足できる味やったんで、えー、これはいいなっていうふうに思ってたんですよね。で、えー、家族ももちろんそのこれいけるでっていう感じやったんで。 これはいいいなと思っっっててたうのが、まあほんで次の週売り上げがそんなに、えー、よくなかったんですねそこまで売り上げが上がってない状態やったんですけどもそのえっ、ー、とですねそのステーキ、えー、まあ寿司はねさすがにちょっと買えないなと、えー、3人分買うのはちょっと難しいなと思ったんで ステーキだとそんなにお金がかからないからいいかなと思ったんですけどもですねその売り上げがそんなにいいわけでもないのにそのステーキを買ってえほんでえ食べてまあ味に関しては別に満足してみんなあの家族もまあそれなりに喜んでっていう状態でそれはそれで良かったんですけどちょっとね自分の中でこう違和感を感じたんですね。 えー、売り上げがそこまで上がってないのになんか贅沢をしたみたいな感じを感覚として味わったんですね。えー、お金的に言うとは1,500円かからんぐらいのもんなんでそんなにその大きなお金ではないんですけどもその何て言うんですかねその売り上げが結構上がってご褒美でステーキを買うっていうのであれば。 えー、自分を納得してそのそれを満足感をしっかりと得ることができたんですけどもそのそこまでの売り上げが上がってないにもかかわらずですねそのステーキを買ってしまった自分っていうのにこうちょっと違和感を感じたんですね。で、えー、ずっとねそ,そういうお金の使い方をこのえっ、ー、と今年からですね今年からいうかそんなにこうしてなかったんですね今年ずっとこの。 9月に入ってそういう、まあ、たった1,500円のこととも思うかもしれないんですけども僕の中でその違和感を感じてで、えー、そこはこう贅沢をしたんでやっぱりその売り上げに見合って合わせたお金の使い方をしないと。 あかんなとそれは金額云々じゃなくてですねそういうところまあ,あの 1, 1週間頑張ったんやからそのご褒美として買うっていう捉え方もできるんですけどもそのお金の使い方でその何て言うんですかねそのなんか自分のキャパを超えたというか、えー、その1週間で見るとそこまでのもん 働きはできてないのにもかかわらずそのステーキを食べるという贅沢を味わったことがですねなんか自分の中にこう,うーんどうなんやろうなというふうに思ってますこれはですねそのそういうことをすることによってより次頑張れるから使ったらいいというふうな捉え方をするのかですねそのやっぱりそこは売上に応じてそこは抑えようよとで例えばそれやったら 1,500円じゃなくて500円ぐらいの何かに変えようよとかそれともそのお客さんのためになることをにお金を使おうよと自分の贅沢のために使うんじゃなくてですね同じ1,500円を使うんやったら売り上げが悪いんであればですねお客さんを喜んでもらえるためのものっていうのが結構いろいろ僕いろいろあるんですけどもそのためにお金を使った方が良かったんじゃないかなとか。 それとかこう必要経費のそのえ分例えば来月分であったりそっち側のストックに回した方が良かったんじゃないかなとかいろいろ考えていてですねその結論が出てなくてですねまあまあええかっていう気持ちがちょっとだけあるんですけどちょっとでもねこうやって言ってるぐらいなんでやっぱりあれは。 やっぱ自分の中であの使い方はあかんかったんかなっていう風にちょっとこう反省というかねまあその食べたことは食べたでまあそれはそれでいいんかもしれないんですけどもやっぱりそのしっかりとね売り上げを上げた時に自分のご褒美としての1500円のそのステーキを1500円って3人分なんで全然あのそこまでね あの高いお肉ではないんですけどもそういうもう買うんであればですね、えー、順番が違うんかなそう順番が違うから僕違和感を感じたんかなさっきお客さんの,のことのためのものに使った方が良かったんかなそれやと僕は引っかかることはなかったですよね。自分ののの贅沢のため、えー、その たために使ったからですよね。自分のその投資というかその本とかそういうものに使っていれば、えー、何もその引っかかりはなかったというところですねただその食べる食の贅沢のためだけにえ使ったことがですねうん僕の中引っかかってるしやっぱりえもう少しねしっかりとこう売り上げが上がった時に使うようにしようかなと今こうしゃべりながら思いました。だから えー、その食の贅沢をすることがあかんということではないですけども自分の,その、えー、売り上げにあっただから身の丈に合った贅沢の仕方をしないとですねこういうことをこう当たり前のようにやるようになるっていうのはやっぱりその僕の中ではやっぱ違うかなそれやったらお客さんのために使ってもらえるものを、えー、買った方が全然その。 自分の心の心引っか売り上げが上がってる時はねそのどういう使い方しようがそこまで気にせんでいいと思うんですけど売り上げがこう低い週とかはやっぱりちょっと使い方は僕慎重にならなあかんなというふうにちょっと思いました。ということでちょっと違和感を感じたんでちょっとこうお話しさせていただきました。ということで今日は違和感を感じるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょうどうも ありがとうございます。